来てくれる人もそうじゃない人もちらほらありがとうございます。明日待ってますね。そう、どういう格好にしようかなって今日帰りながらね考えてたんですけど、そう、なんかあ、これにしようってさっきまで思ってたんだけど、いや待ってよ、2日3日くらい前までは違う格好にしようってそういえば思ってたなっていうのを思い出しちゃって、どっちにしようかなって感じ。まあ多分どっちもねそのうち着るんだけどねそう、あれ、あったあった、ちょっとね明日に備えてネイルをしようと思ってね、ちょっとネイルを塗りながら配信します。さっき買ったんだこれ、かわいいでしょ。そう、珍しく、でもねなんかね塗ってみたらね思いのほか可愛くてね、なんかいいの、なんかあ可愛すぎるなって思ったけど、まあいっかーってなって今塗ってる。そう、これ乾くの早いんですよ。そう、喉がガラガラしちゃって喋るとやだわ。そう、キラキラ、いや普通のジェルじゃなくて普通のマニキュアだよ。あ、ジェルはね今日足やってきた、フットネイル。まあ今足上げて見せることはできないので、まあ、なんかそのうち写真とかで載せられたら載せます。そう、足の爪もピンクなんだ、ピンクっていうか、うん、ピンクシルバーみたいな。おお、なんか派手、意外とこんな、ここだけシルバー。そう、あ待って、シルバーのやつも今持ってあった、これはねエチュードハウスかな、いいよ、種類多いし安いし、結構持ってる。ここのやばい、黙っちゃ う。でもさ、ネイル塗ってる時ってさ、なんかちょっとピッとかやるとはぁってなるからそう、真剣勝負って感じそうなんですよ、桜がいっぱい飛んでるねあ、ぜひぜひ明日来る方はネイル見てってください。どういう服にしようかしら、迷うわ。そう、皆さんにね、なかなか、まあ、公演とかもないじゃない、だから元気な姿をって思ったけど全然風邪で元気じゃないっていうね。あ、でも意外とこんな感じだよ、多分明日とかも全然大丈夫だけど、そう、万全じゃないんですよ、困ったもんだわ。ああ、やめとこう。明日はね幕張じゃないんじゃないかな、明日多分横浜な気がするな。そう、パシフィコ横浜ですよ、ずっと最近幕張だったからね、久々の横浜です。久々でもないか。そう、正解、やったね。そう、寄りとか引きとかあるからね、そう、面白いんですよ、なんか今回の写メ会は。ぜひぜひ、当日券とかも使えるんじゃないかな、わかんないけど適当に言いました、多分ね。できた、あとは乾くの待つだけ。隠しとこう。
そう。なんで、ぜひ、あ、使えるね。ぜひぜひ、片っぽしかないっていう人は、もしよかったらもう片っぽも来てください。そう。あ、一部は使えるのね。そう。より引き、より、そう、よりが多かったんだよね。なんかで見た、そういえば。すごい珍しい、こんな可愛いの。持ってなかったわ、こういうの。まあ、だから買ったんだけどね。そう、赤にしようか迷ったんだけど、まあ今爪、足の爪もピンクだし、ちょうどいいかって思ったら。まあ多分すぐ飽きて帰ると思います。あ、そう、ジャケットサインとかもね、あの握手会じゃないや、写メ会終わったらやってるんで、よかったらいくらでもサイン書くんで来てください。そう、声やばい、やっぱやばいか。OK じゃない、微妙なの、あんま変わんないね。そう、最近ね、メイク道具をすごいなんか調達してしまうんですよね。なんか最近いろんなの売ってるじゃない。そうなんですよ。なんかざっとシュウエムラのビューラー、これこの間買った日焼け止めとかね、今ね手元にないんだけどね、クリニークのマスカラめっちゃ良かったんだよね。なんか前もこういう話しなかった？私ビューラー出した気がするな。そう、やめよう。ゴールデンウィークの予定は、予定か、握手会と写メ会、あとなんかあったかな、そんなもんじゃない。ゴールデンウィーク満喫してるって、ゴールデンウィークなんだって実感したのが、今日電車に乗って、あのちっちゃい子がたくさんいた時だったから、あ、ゴールデンウィークなんだって思った。そう、そう、なんかみんな旅行みたいな感じで楽しそうだなって思って。あ、そういえば、じゃあこれ出してないやつ。さっき買ったの見て、インテグレートのファンデーション。ファンデーション私持ってなかったの、ずっと使わないから。でもね、さすがにね、もう23歳ですよ、今年24、ファンデーションの一つや二つ持たなきゃって思ってね、何がいいのかなって思って考えた結果、まあでもクッションファンデはね、ちょっとなんか前使ってみたのね、そんなにピンとこなくて、まあいつも使ってる、みんながあの使ってる劇場のやつでもいいかなって思ったんだけど、なんか気になったから買っちゃった。インテグレートの水ジェリークラッシュファンデーション、明日使ってみよう。そう、やばいね、アラサーじゃないから、まだ全然23だから、今年から、今年年取ってもまだアラサーじゃないから。作法との予定ある、作法昨日ね、
誘われてたんだけど断っちゃった、体調悪くてごめんねって言って。そういや違う、風邪やん、風邪なの、風邪ひいてるの。だから明日うつしたらごめんね本当に。でもちゃんと大丈夫、私は大丈夫、ただごめんねっていう、薬は飲んでく。そう、いや移してはやばああみんなに移したら治るのかなやばいやばいねえ。そうマスクも微妙じゃん、なんか握手会だったらまあマスクいいかなって思うけどさ、まあ良くないんだけど。そうなんだよね、写メ会でマスクってなんか とても怪しい、なんかなんなら私ではなくてもバレないんじゃないかみたいなところあるじゃん。だからまあ申し訳ないんですけどこの感じで多分行くと思います。ごめんね本当に、移したら本当にごめんなさいそうめっちゃだからね、あのいろんなもの飲んでる、栄養ドリンクとか、まあ、風邪薬もそうだし、まあ治らないね、なんでだろうね。でも流行ってるんだって、みんなも気をつけて、私が言えたことじゃないけどそうなんですよ。まあまあちょっと鼻かみます。大丈夫いや本当にね、あの気持ち的には元気なんだよ全然。で全然なんか普通にだるいわけでもないし、ただただちょっと喉が痛くてちょっと鼻水が出るくらいそうね、だそうだから今日はちょっと短めにします。今何時ちなみに。大丈夫、最後までやるからちゃんと、途中で帰ったりしないから。ありがとうみんな優しい。ルルね、ルルいい、ルルいいよねよく飲む。痩せた、そうなの、ちょっと痩せたの、ちょっとね、シュッ、こんな多分すぐ戻っちゃうあ、21分ね、じゃあ半までやります。そうね、握手会明日か、明日。でももっとまたあるよね、大阪と横浜またあるか、なんでまあまあいつでも遊びに来てください。あと今ね、あの選挙シングルの方も今多分やってるよね、受付多分やってるよね。あ、大阪来てくれ、やってるよね。そうだからぜひ皆さんそちらの方もよろしくお願いします。まだ残ってるのでね、遊びに来てぜひぜひ。あ、売り切れの部出てる、嬉しい、ありがとうございます。でも、まあ、まだまだあの空いてるところはあるので待ってますね皆さんね。いやー選挙って感じ、頑張りましょう。多分ここが踏ん張り時だと思うので、まあ2年ぶりですしね、結構どうなるんだろうなっていう、私の中でなんかはぁってなんかなんて言うんだろうな、まあ不安もありますし、そう不安をかき消すためのショールームでもあるのだからやってるのなんでね、そうみんながこうやって一緒になってなんか同じ方向に向かってるって思えるとこうやって安心できるんで、そういう意味でもね、ちょっとやそっと具合悪くてもショールームやろうって思うのよね。あ、乾いてきた。そうだから一緒に頑張りましょう。握手会も待ってます
乾いてきた。なんか嬉しいな。そう、みんなのコメント見るとね、あやっぱやってよかったって思う。安心するの。ちょっとでも明日も皆さんと会えますし、楽しくいい写真を撮れたらなと思ってます。そう、写メ会楽しいよね。みんな面白いし、そう、そんな写真撮るのっていう人とかいるし、普通にハートとかでも十分楽しいし、そうきれいになった、ありがとうございます。コマネちゃん無理じゃないかな。立たなきゃいけないじゃん、あれ。座ってるんで無理です。足踏んでポーズちょこちょこやるよ、それは。みんな踏まれたいんだって思って見てる。そう、でも楽しいからやるよ、全然。面白いねって言って。立ってるメンバーいるんだ。基本ダメじゃないかな、どうなんだろうね、うん、なんかその辺あんまり私も把握してないや。あ、好きなポーズなんだろう。好きなポーズ、なんかみんながオリジナリティあふれるあのポーズ、じゃあこれでみたいな、あまりやったことないの来ると、お面白いって言ってやる、一緒に。そう、 K ポーズとかもね、安定で好きですよ。お、いいね、チーム K ってなる。そう、あとこれとかね、なんつって、あとはなんだろう、なんかあったかな。あ、あのね、一番笑顔がいいねって言われるのはポンちゃんっていうポーズかな。いい笑顔が撮れるって言われる。そう、なんでぜひぜひ皆さん明日考えといてくださいね。ということで、あ、明日もし、あー、わかんないけど、まあ、気分だけど、私のおすすめなんですかってもし私に言ったら、あの私の気分で、まあ普通にじゃあハートでとか、じゃあチーム K でとか、じゃあこれでとか、すごいいつも適当に言うんだけど、その適当な中に一個里見長を考えてくれたポーズが一個出てくるかもしれない。そう、里見とこの間話してて、そう、16期のね、あの私が里見に教えたポーズがあるんですよ。で、あのじゃあ今度の写メ会で、あのおすすめのポーズやってって言われたら、それやってねって言ったら、わかりましたって言ってくれたから、そう、ただ結構衝撃だと思う、あんまりね。あんまり進めないけど、おすすめって言っといて、そう、なんか怪獣みたいなポーズきっと里見のやってくれるから。あ、でも忘れてるかもしれないね、どうだろう、わかんないけど、私も
気が向いたらさとみなに教えてもらったポーズします。はいということで、じゃあランキングを発表したいと思います。13位カズさん、12位グータラメタボさん、11位アンソンさん。おお、先週30歳になりました、おめでとう。こういうのぼり持ってる。10位鈴谷さん、9位飲むゆうたさん、8位サチママ、あ違う、睡眠型ウイルス頭痛不快感どんな注射も効きません、大変だ。7位ホッシーさん、お016。6位サチママさん、5位カズミッチさん、4位エツさん、3位いつか天明さん、2位ひろきんさん、1位白熊さん。はい、白熊さん、あ耳ついてるのね、ついてないのかと思った。ありがとうございました。ちょっとだったけどね、皆さんありがとうございましたもう本当にね、嫌になっちゃうね。今日もちゃんと薬飲んで、明日は元気になれるように、いや今も元気よ、もっと元気になれるようにね、皆さんと会えるの楽しみにしてるんで、明日もよろしくお願いします。ありがとうね、急だったのに。また待ってます、また明日。